イルハム・ヘイダ・オグル・アリエフはアゼルバイジャンの政治家。第四代アゼルバイジャン大統領。1993年から10年間アゼルバイジャン大統領を務めたヘイダル・アリエフの長男であり、病気で引退したヘイダルの後継者に指名されて2003年の大統領選挙に勝利し、旧ソ連諸国で初めての親子による権力の世襲を実現した。 妻のメフリバン・アリエバはユネスコ親善大使などを歴任し、2017年2月から第一副大統領を務めている。イルハム・アリエフとマレーシアの首相、マハティール・ビン・モハマド等、ヘイダルがアゼルバイジャン共和国国家保安委員会局員であった時代にアゼルバイジャンの首都バクーに生まれる。初等、中等教育をバクーで受けた後、1977年に、 モスクワ国際関係大学に進学。1985年に同大学大学院で歴史学及び国際関係論の修士号を取得し、同年から1990年まで同大学で教弁を取った。1991年よりビジネスに転じ、モスクワとイスタンブールで仕事をしていたが、父の大統領後の1994年にバクウに戻り、 アゼルバイジャン共和国国営石油会社第一、副総裁に就任。自身が大統領に選出されるまでこの職にあった。この間、1995年と2000年の議会総選挙で国会議員に選出されている。1997年からはオリンピック委員会委員長を務めるなど、大統領である父のもとで政財界の要職を歴任した。 ヘイダルの健康不安が明らかとなって、以来、権力の異常を進められており、1999年には、新アゼルバイジャン党の副党首に選ばれた。父が、病気療養のためアメリカ合衆国に赴いた2003年8月、首相に就任。10月の大統領選挙に、候補者登録し、最終的に引退を決意したヘイダルによって、後継者として、 与党の大統領選単独候補に指名され、10月15日に投票された大統領選挙で圧勝、アゼルバイジャン共和国大統領に就任した。父から受け継いだ強権的な体制、腐敗した政治、権力の世襲に対する国内外の批判も強いが、イルハム・アリエフ政権は、対外的にはロシアの支持を得ており、国際協調による政治、 経済の安定を目指している。2016年の国民投票で承認された憲法改正では、夫人の目振りンが就任した副大統領職の新設と大統領任期の延長に加えて35歳以上だった大統領選挙の候補者年齢制限が撤廃された。このことから長男への権力世襲を目指しているとの見方も強い。2018年の大統領選挙では、 約86%の票を獲得し4選。ありがとうございます。